こんにちは、野口浩太です。今回はあなたが話している言葉は伝わっていないかもしれないというお話をしたいと思います。人とのコミュニケーションをしている時に言葉が伝わらないだったりとか、もう何度も言ってんのに分かってもらえない、ピアノ指導者なんかでも何度も教えているのに生徒が理解しないっていうのがありますけれども、それを言っている時のあなたの表情はどうなっていますか。メラビアンの法則っていうのがあって、人とのコミュニケーションで言語情報、それから聴覚情報、視覚情報、この3点がどういう比率で影響を与えているかっていうことの研究結果なんですけれども、言語情報ってどれぐらいの比率だと思いますか。たった7%しかないんですね。一番多いのが視覚情報で 55% を占めてます。次いで聴覚情報、これは 38%。 これは言語情報と非言語情報が食い違っている時、人はどっちを採用するかというと、言葉以外の情報をキャッチしてそうだと思うんだっていうことなんですね。で、以前発達障害の生徒さんのレッスンで、教師が指導だと思い込んで言っている言葉っていうのは伝わっていない可能性がありますよということをお話ししました。それっていうのはまさにこのことなんです。要は心の底でどうせ無理と思っている心は、表情、それから微細な仕草、あと声のトーンとか抑揚ですよね、そういったことで現れてしまっているんですね。これをメラビアンの法則に置き換えると、視覚情報と聴覚情報っていうことですね。で、これが 93% を占めちゃっているって。だからどういう言葉で喋るか、言葉を使うかっていうことよりも、非言語の部分を僕たちはかなり重要視しなくちゃいけないっていうことなんですよね。目は口ほどに物を言うってあるけども、実は目は口以上に物を言っているんだっていう認識がとても大事ですよね。まあ、つまりね、この動画で何が言いたいかっていうと、皆さん笑顔の練習をしてください。はい、以上です。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。